夕暮れの豪雨の中、生まれたばかりの子猫が泥まみれで道の真ん中に現れ、震える叫びが悲痛に響き、明らかにこの小さな命が放棄された。幸いなことに通行人が哀れんで無力な叫びで立ち止まり、周りを見回したが、母猫の姿はどこにもいなかった。彼は断固として腕の中にこの衰弱した小さな命を優しく抱き上げ、子猫の体は寒くて明らかに飢えと寒さに苦しんでいた。帰宅後、彼は子猫についた埃や汚れを丁寧に洗い、小さな体を柔らかい毛布でくるみ、長い間失っていた温かさを与えて、安心と温かさを感じたのか、子猫はようやく静かになって泣き止んだ。男性は慎重に温かい水と餌を持ってきて、珍しい食べ物や飲み物が一瞬で消えてしまうことを恐れ、空腹の子猫は貪欲にガツガツと食べ始めた。まだ生後2週間しか経っていないのに、すでに母親の愛情という庇護を失ってしまう。幸いなことに、この孤独な時期に愛情を注いでくれる保護者に出会い、生命のショーがここに開かれ、新たな希望が芽生えた。その翌朝、男性が子猫のために厳選された食べ物をそっと置くと、長い間飢えていた子猫は待ちきれずに飛びかかり、キャットフードをむさぼり食べた。子猫が来た当初は特に弱っているように見えたので、男性は心配で胸がいっぱいになり、前の嵐で何か不快な症状に感染したのではないかと考えながら、幸運なことに、この男性の細心の注意のおかげで、子猫は次第に生き生きとした一面を見せるようになり、今ではこの弱かった小さな生き物は周りの世界に対する好奇心でいっぱいだ。部屋の隅々まで探検し、その活気ある姿は家具の間を縫うように出たり入ったりし、時折優しい鳴き声を発して、男性に冒険に参加するように招き、新たな命を取り戻した喜びを分かち合っているようだ。日が経つにつれて、小さな子猫は彼の丁寧な世話の下で回復の旅を始め、男性が優しい声で近づき、徐々にふっくらとしてきたお腹を優しく撫でるたびに、その目は徐々に柔らかくなり、時折かすかなうなり声を発するようになった。好奇心と活力に輝いていた。この新しい家を探検するようになって、よちよち歩きから柔軟なジャンプまで、すべての進歩は男性の喜ぶ眼差しに伴われ、依存は深まって男性が帰宅するといつも玄関で出迎え、優しい鳴き声で限りない喜びと愛着を表現し、膝の周りに足をこすりつけた。最も感動的なことは子猫の感情の世界も徐々に豊かになっていくことであり、最初の恐怖と防衛から今の信頼と依存へ、甘やかすたびに男性の腕の中で丸くなって眠りにつくたびに、新しい生活を完全に受け入れている何よりの証拠なのだ。糸で繋いだボールで遊ぶことを覚え、男性と戯れ、その純粋な喜びはこの世の全ての無関心と孤独を癒してくれるかのようだった。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。